ご紹介ありがとうございます。遺伝研の森です。私の方では微生物統合データベースマイクロブ DB.jp について、その活用法について主に紹介させていただきます。で、微生物についてのデータベースですけども、今回のこのセッションですと2つの統合データベースがあると考えています。まあ、パターンとしては1つはタンパク質だったりメタボロームみたいな生物種横断的に特定の物質またはオミックスデータを統合したようなデータベース、そういう統合データベース、もう一つは先ほどの平川さんの発表であったり私の発表みたいに特定の生物系統に対していろんな情報を統合したようなデータベースがありまして、私の微生物統合データベースの方ではさまざまな微生物に関する情報を統合したデータベースとなっております。で、微生物自体は非常に昔から研究が行われているため、すでにたくさんのこのエスタブリッシュされたデータベースが存在しています。ゲノムに関してもゴールドだったりアンサンブルだと、またメタゲノムに関しても非常にいいデータベースが存在していたりしています。で、なぜ今更微生物統合データベースというのを作る必要があるかといいますと、結局その微生物自体は至るところに存在しておりますので、微生物今まで研究してなかった研究者の方々が微生物のデータを検索したいとか活用したいとなった場合に、これらのもう非常に特化したようなデータベース、もう研究がどんどん進んでいろんなカスタマイズされているようなデータベースをいきなり使うというのはかなり難易度が高いということがあります。そういう問題がありまして、じゃあこれらをさまざまなデータを統合したような微生物については大体のことが載っているようなデータベースというのを作りたいと考えて微生物統合データベースを作っております。で、具体的に作っているデータベースはマイクロブ DB.jp というデータベースでして、2011年から開発をしております。でもう公開されていて、この URL で、後でまあ URL ももう一回出てきますけれども、作っておりまして、微生物のデータといってもさまざまなものが存在していますので、それら全部を集めて統合するのは困難です。ですので、このデータベースの中では、微生物のデータのうち、特にゲノム情報にひも付くようなデータについて、遺伝子、系統、環境という3つの軸で整理した統合データベースとなっております。ですね、割とオミックスデータに強い統合データベースとなっております。で、じゃあ誰が開発しているのかといいますと、全部で4つのグループからなっておりまして、1つは国立大学研究所で、このプロジェクト自体の PI は黒川先生がやっております。で、あとは基礎生物学研究所の内山先生たちのグループで、東工大の山田先生たちのグループで、千葉大の高橋先生たちのグループという4つのグループがこのデータベースを今構築しております。また割と先端的なデータベースの開発技術も使っておりますので、テクニカルアドバイザーとして DBCLS の方々に非常にお世話になっております。で、ファンディングは NBDC に非常にお世話になっております。で、このデータベース統合データベース、さまざまなデータを統合していっておりますので、中のデータ、今回ユーザーの方が多いのかなと、特にいろんなデータベースを開発するというよりはデータベースを使う方が多いかと思うので、この辺は打足になるかもしれませんが、データとして中のデータはExcel みたいな表形式のデータではなくて、このグラフ構造 RDF と言っておりますけど、のデータになっております。これで全てのデータを記述しているというのが特徴です。で、またさまざまな微生物のデータを統合していく上で、そもそもそれぞれのデータというのがもともとさまざまな研究者が作ったものですので、全然その作り主が異なっているので、例えば環境というものに注目したとしても、同じ土壌って書かれていても、それは全然別のものを指している可能性があります。で、それをそのまま統合したのではよくわからない統合になってしまいますので、それを概念をちゃんと合わせた上で統合しないといけません。そこで我々はオントロジーというのを非常に注力して、さまざまな微生物の生息環境であったり、あとは病原菌の感染症に関する情報など、あと微生物のフェノタイプの情報などを自分たちで整理した上でデータを統合していっています。で、我々で全てデータを作っているわけではなくて、もちろん非常にさまざまないいデータベースのデータがありますので、これらの公開されているデータベースのデータを集めてきて、我々の方でさまざまなオントロジー、概念の統合というのを行っていった上で、データベースのデータとして1個の統合しているということになります。で、具体的には、ゲノムだったら、例えばいろんな生物種の名前であったり、タンパク質の個別のタンパク質であったり、あればそのタンパク質 ID 等があったりします。それらの ID 間をリンクするっていうので簡単に統合できる場合もあれば、ある微生物の分離された場所が、環境がどういう環境なのかっていう情報と、あとメタゲノムデータがサンプリングされた環境がどういう情報なのかっていうのは、どちらも環境情報としては一つですので、それらを環境情報という概念付けで統合するっていうような
2つのやり方をしています。ただこれだけだと例えばメタゲノムと個々のタンパク質は統合できませんので、ゲノム情報に今回注目していますので、メタゲノムに関しては環境を表すものだと考えて、あとゲノムに関しては系統を表すもの、オーソログに関しては遺伝子を表すものと考えて、これらは配列で互いに類似性、まあ、進化的な類似性ですねでつながってますので、配列の類似性でそれらをこうどんどん統合していくっていう概念による、オントロジーによる概念による統合と、配列データに配列の類似性、まあ、進化的なバックグラウンドによる統合という2つの統合の方法を使って、これら雑多なデータを統合していっております。で特にマイクロブ DB の売りは何かといいますと、現状一番特徴的なのはメタゲノムデータというのにかなり注力しているところがあります。微生物群集自体はそこら中に存在していて、ただそれらほとんどはなかなか培養することが困難です。でそれらを網羅的に解析するのがメタゲノム解析であったり、あとは系統組成を解析するには 16S アンプリコンシーケンシング等があります。でそれらのデータというのは例えば2014年の段階では国際の公共塩基配列データベース中には大体17万サンプルぐらいがもうありました。ですが、まあ、データベースを作りで更新している間に2018年にはもうすでに100万サンプルぐらい増えています。強烈な勢いで研究が行われて、データが配列データが蓄積されています。でこれらのデータというのは人目のマイクロバイオムのデータだったり、土とかさまざまなものがあるんですけれども、基本はこの DRA 等に存在している配列データは単なるそのイルミナだったりパックバイオ等の配列の生リードのデータで、それがどういう生物由来でかつどういう遺伝子がそこにコードされているかという情報は全くアノーテーションされていないです。ただの配列データと、あのそのサンプルがどういう環境が取られたかという情報が紐付けられてここにあると。でそれを我々の方で全て再解析しています。これは遺伝系のスーパーコンピューターを使って、まあ、高速な解析パイプラインで各サンプルにどういう系統がどれぐらいいて、あとどういう遺伝子機能がどれがあるかという情報を KEG 等のさまざまもうすでにあるデータベースを使いながら1個ずつアノーテーション、サンプルアノーテーションしていっています。でそうすることによってこのマイクロブ DB というデータベースでは、自分が興味ある遺伝子がどういう環境からたくさん見つかってくるのかという情報であったり、また自分が興味がある系統がどういう環境中ではそもそもどういうところに分布しているのかという情報などを簡単に検索することができるようになっています。でサイトとしてはこうなっていて、まあ、テキスト検索で系統名だったり遺伝子機能だったりを検索入れていただければ検索できるようになっているんですけども、今回特にメタゲノムというのに着目しまして、そこでベータ版というのを作っています。でここにベータバージョンをいつアベラブっていうリンクがあるので、ここをクリックしていただくと、割とメタゲノムデータ等の絞り込み検索に特化したようなこのちょっと目にが痛いサイトですけどもに飛びます。でここでアナリシスっていうのを選択していただくと、現状マイクロブ DB に入っているさまざまなメタゲノムデータの絞り込み検索ができるようになっています。系統組成を見たいのか遺伝子の組成を見たいか等をクリックしていただいて、例えば腸内細菌について知りたい場合はここにガッと等を入力していただければ、公共のデータベース中の腸内メタゲノムデータというのが一覧でずらっと出てきます。でそれで自分で比較解析したいサンプル、1行はこれ1サンプルになっていますけれども、これ1個目とか例えば牛、羊だったり、これ3行目はこのマウスだったりしますけど、これらを選択した上でコンペアってやると、簡単に例えばサンプルごとの系統組成、どういうバクテリアがどれがいるかというような系統組成ですねをさっくりと配列データをダウンロードすることなく、もうデータベース上で解析することができます。で特に、まあ、自分たちのデータというのも同じようにこれと同じフローで解析したいという要望を非常に強くいただいておりますので、それ用にマイクロブ DB で使っている系統組成の推定ツールというのを公開、ウェブで公開しております。でローカル版も今作って公開今しているところです。そうすると自分が各研究者の方が持っている配列データというのから系統組成を自動で推定した上で、マイクロブ DB 中のどのサンプルと似ているのかっていう情報を、これまた別の LEA というツールで、このウェブサーバーで作ってますけれども、この各点がその各3万とか6万ぐらいあるマイクロブ DB 中の系統バクテリアの細菌群子の各データなんですけれども、ここ中に自分のサンプル系統組成のデータをポンとアップロードすると、例えばこの辺ですよっていうようなことが分かって、じゃあデータベースのどのサンプルと一番近いのかっていう情報を一つのアップで俯瞰することができるっていうようなことが、もうマイクロブ DB を使うと一つその一つ流れでできると考えております。
ですのでちょっと長くなりましたけど、マイクロブ DB というのはこういうデータベースになっておりますよということで、詳しく知りたい方はこのブースに僕3日間ずっとおりますので、来ていただければと思います。すみません、ちょっと紹介しました。